皆さんこんばんは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。なんかいつ見ても髪の毛ひどいっすね。それはさておき、今日は森の中に入って黒い森というシリーズのボリューム4を撮影し完成しました。概要欄にリンク先がありますので、もしよろしければご覧になってください。今回は初めて ZFC と 40mm、 このレンズを使って撮影しました。そこで今日は実際に森に入って撮影しての感想をお話しします。森の中で撮影していて、私が一番悩むのはホワイトバランスなんですよ。森の中は光がどんどん変化します。明るいところ暗いところもございます。そういう中でホワイトバランスをどのように設定するのか、ベストなのかっていうのがいつもの悩みでございます。で、今日この ZFC のホワイトバランスオートです、オートホワイトバランスを使ってみました。で、実はこの ZFC には3種類のオートホワイトバランスがございます。まず A0 っていうのがあって、これは白を優先する、白を白らしく綺麗に見せる A0、 それから A1、 これは雰囲気を残す、この全体の雰囲気を残しながらホワイトバランスを調整してくれる、それから A2、 これは電球色を残すということですね。この3つがあります。これがね、とても優秀でした。光がどんどん変化していく、あるいは場所によって暗かったりしますから、こうカメラを向けた時にこの EVF で確認できますよね。で、 A0 白を優先するモードでほぼ撮れましたね。ただやはり微妙に色が変わることがございます。その時には A1 雰囲気を残す、これを使ったんですよ。そうするとまあ大丈夫でした。ですから今回はケルビンで色温度を設定するとかね、そういうことは一切しないで A0 の白を優先するモードを使いながら、あ、ここちょっと違うなっていう時には A1 の雰囲気を残すにしてやると、森の中ではね、それでうまくいきましたね。困ることがなかった。とても優秀なオートホワイトバランスを持っていると思います。そして森の中って結構歩くんですよね。で、やはり小型軽量はいいなって思いました。この DF と 50mm は重さは 958g あるんですよ。 958g。 ところがこの ZFC と 40mm であれば 641g ですね。軽い、実にこちらより 317g も軽いんですよ。317って結構大きいですよ。首からぶら下げている時に首にかかる負担、これは全然違います。まあ、その意味ではこのカメラはとても使いやすい、 DX フォーマット APS-C カメラの良さっていうのをね、今日は痛感しましたね。次に画質についてお話をします。APS-C のカメラ、 D
DX フォーマットですね。ですからもちろん暗所には弱いです。ISO感度を上げるとノイズが出てきます。ビデオも同じでした。ここは注意しなければならない。しかも ZFC にはボディ内の手ブレ補正はございません。この 40mm にもレンズ内の手ブレ補正はございません。そのことを意識して撮影しました。ただ F2 っていう明るさがあるんですよ。これは本当にありがたいですね。結果的にはほぼ満足できる撮影ができたし、求める絵を作り出すことができました、うん、このカメラであれば RAW を使わずに JPEG だけでいけるんじゃないかなってね、今日思いましたね。JPEG でずっと使ってきてるんですよ。で、本当の作品を作るときは RAW っていうね、意識があるんですけれども、こう EVF でほぼ確認ができますから、その JPEG で作られた絵を、まあ、自宅に戻って軽くレタッチしてあげて、TIFF や PSD などで保存してあげれば、ほぼ問題ないんじゃないかなっていう気がしましたね。40mm のこのレンズが優秀だと思いますね。やはり明るいレンズは強いし、これは F2 からガンガン使えるレンズなんですよ。明るいのはもちろんですけれども、そのボケ感も綺麗ですから、ほぼ満足できる絵になったかなと思っています。次に気になったことを3点申し上げます。これはね、ニコンさんに改善してほしいなと思ったことになりますね。まず、ここです。このバッテリーカバーのところなんですよ。音がしますよね。しっかり固定されてないんですよ。ちょっとおもちゃっぽいんですよ。 DF カタカタなんて絶対言わないですよ。ここってほら、バッテリーやメモリーカードを入れる大切な場所ですので、しっかり固定できるようにしていただきたいなと思いました。2つ目は以前もお話をしています。またかって言われそうですけども、やっぱり実際に撮影していると気になる。テンポよく森の中を歩きながらシャッターを切っているとどうしても気になりました。シャッターを切ってからモニターに絵が出るのに時間がかかるんですよ。1、1、1、そのぐらい大したことないんじゃないって、思われるかもしれませんが、このタイムラグはね、人によってはめちゃくちゃ気になる。テンポよく撮影できないんですよ。シャッターを切ってすぐモニターで確認して、OK、次っていけないんですよね。ファームウェアのアップデートで改善できるのであれば、早急に改善していただきたいところでございます。私の設定が間違ってるのかな。で、3つ目、最後ですけれども、まあ使えるし十分だとは思うんですけども、でもね、フルサイズの最新機種とかと比較したら申し訳ないんですけれども、この子に悪いんですけれども、特に AFC のダイナミック AF よく使うんですけれども、まだ改善の余地がありますね。例えば撮影しようと思ったら、ダイナミック AF に入ってれば、この半押しにしたらすぐピントのエリアが表示されればいいんですけど、この OK ボタンを押さなくちゃいけないんですよ。これを押してっていうことになるから、ワンテンポ撮影が遅れるんですよね。
で、そのエリアもね、結構大きいんですよね。半分ぐらいの大きさにしていただく。ダイナミック AF の精度ですね。その精度ももう少し上げてほしいなって思いました。贅沢なことですよ。これはね、十分いいんですよ。十分いいんですけれども、できればそのあたり改善していただきたい。まあ、ですから、後半は主に AFS を使って撮影しました。この被写界深度の浅いこの 40mmF2 のようなレンズを使うと、やっぱりピントが合ってないと写真として成立しないんですよね。だからそうなると AFS を使わざるを得ない。ちょっと言い過ぎたかもしれないですね。もう本当にいつもニコンさんには失礼なことばっかり言ってしまうんですけれども、まあニコンユーザーとしてはもうそのあたりを改善していただきたいということでございます。ただ画質、操作性とも満足できるカメラであり、撮影を今日は楽しむことができました。黒い森ボリューム4が完成することができました。このカメラとレンズのおかげです。今夜もご視聴いただきありがとうございます。